こんにちは、コキ TV のこうちゃんとお父さんです。今日から話題のパルワールドをやってみます。はい、マルチプレイでねやってみようと思います。コキ TV ワールド決定。とりあえず難易度とかノーマルにしとくよ全部。うん、プレイヤーの名前 OK。 結構これすごいな、いろいろ作れるよ。うわ、やば。まだ参加できるの、こうちゃんは。ちょっと待ってよ。すごいいろんな設定があるんやけど。こんな感じでいいか。よし、ゲームを開始。お、これがパルかな。いきなり無人島みたいな感じから始まった。船が沈没したんかな、これ。ねえ、入りたいんやけど。ちょっと待って、ちょっと待って。招待コードみたいなやつで入ってきてもらうけ。後期でいいや、名前。すごいやろ、なんかいろいろされるけ、うん。爆弾みたいな体になった。はあ、すごい。かっこいい、バキバキやん。よし、これでプリセットはもうこれでいい。ゲームを開始する。できた。うん、おー、出てきた。お父さん、なんかおかしくない？何が？お父さん、おかしくない？なんかお父さん、名前クラちゃんやっけ。クラちゃんが擬人化されたんやけね、髪の毛もネズミ色ない。よし、じゃあさ、早速クラちゃんじゃない、どこ行ったらいいん。こうちゃんの動きはすごいカクカクなんやけど。ん、こうちゃん自身はカクカクではない。うん。なんかこっちから見たらすごいカクカク動きよりよ。もっと滑らかに動いてくれんのかな。よし、羊がおるんよ、羊。じゃあ早速、どこに羊おった、どこ行った。素手で勝つことは難しいって。倒した。倒しとるやん。転がっとるよ。え、消えた。これゲットしたらいいんやないん。仲間にするんやろ。なんか転、すごい勢いで転がっていきようんやけど。見て、生き残りの村、探検隊の生き残り。え、あ、やばいやばい。何？殴ったら。え、狙われとるよ。探検隊の生き残りって。話した方がいいんやない。話すをした方がいいよ。話す？いや、もう話せんよ。でも自衛隊ガード。お父さんやられたんやけど。核キル入れられよう。どうしようやん。蘇生できる。え、なんか後ろから他にも出てきたよ。そう、自衛隊が出てきた。え、なんでこうちゃん撃たれんの？わからん。お父さん生き返った。ちょっとこれさあ、いっぱいおるよ。なんかこれ倒さん方が良かったやないん。あ、倒したね。痛い痛い痛い。おら、発見されたって。何もせんやったら発見されんやったんかな。何もせんかったら多分一緒に折れたやないん。あ、なんなん、どうなった。あ、やべえ、これもう無理やん。復活させれるかな。あ、無理無理無理。死んだやん、復活する。え、位置が選べるん。え、どこにする。どこりゃいい。風立ちの丘、始まりの大地、ここで復活する。うん、始まりの大地ね。あ、これ今のところやろ。やから、やから、え、おらんくなっとるやん、もう。これが生き残りの住人やけ。ここ大事なんやけど、ここにおった人おらんくなったやん。やけ、それがこれないよ。倒してしまったやん。人おる？これよ、これ。いや、人見えんのやけど。ここにあるんやけど。人おる？おる。え、ず、おらんのやけど。寝転がっちよ。やけ、足でさ、歩いたら運べる。 あ、ここにおる。倒してしまったやん。どこ見ちゃう、お父さん。
ここに転がっとる。ここに転がっちゃうんけど。ずれちゃうんかな位置が。ファストトラベル解放。ファストトラベル解放するよ。うん。解放したよ、お父さんも。なんだこれは。あ、他のとこにもあるんやね。なるほど。この住人おった方が良かったよね、絶対。多分ね、話をすべきやったんやと思う。落ちている枝を拾うか、木を叩いて木材を入手しよう。なんか真っ暗になってきたんやけど。じゃあちょっと作業台作るわ。もう作れる？よいしょ。ベリーの種ゲットしようやけど、真っ暗すぎて何も見えんのやけど。木叩きよったらレベルアップしたよ。作業が長いな結構。やばいやばい。見てお父さん。何？どこおる？なんか落ちとる。パルジウムのかけらってなんだ？何持っちょん？松明ゲットした。どこで？作業台で作った。ああ。え？玉コッコこれで殴ったら燃やせる。あ、なんか寒がっとる。こうちゃんは多分松明持ちよけ。建築メニュー原始的な作業台。あ、こうちゃんでも作ったんやろ作業台。作業台あっちに作ったよ、あの青いところ。どこにある？やばい寒がっとる。あ、青いところね。よし、松明持った。満腹度もあるよね。最初はどうしたらいいの？枝や小石を拾い、木と石を集めましょう。斧とつるはしを作成して採取効率を上げましょう。素材が集まったら拠点となる場所を決め、パルボックス。パルボックスがある場所があなたの拠点。テクノロジー画面ってのは多分これなんやろうけど、全部開放できる。お、開放できるやん。開放しちょこ。パルスフィアをクラフトか。開放した？パルスフィアを開放した。あと作る。キャンプファイヤーとかも全部開放するやろ。うん。お、パルジウムのかけら。空腹ってなっちゃう。これどうやって食べるん？あ、使うで右クリックか。お腹いっぱいになった。弱らせてから、これぐらいかな。で、Q ボタンを押す。開いた。あ、チャンス。お、投げた投げた。あ、ゲットしたよ。行けモコロン。ほらほら。何しちゃ。これお父さんのパル。あ、どこ行くん？何しよう。あ、自分より高レベルなパルは、うん、扱えんのだって。扱えん、やっぱ。お父さん今レベル何？あ、今でもレベル3よ、お父さん。え？言うこと聞くんやないん。パルの指示出せる。モコロンを撫でる。来た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 。かわいい。めちゃめちゃ喜んどるやん。石のつるはし。おお、クラフト手伝ってくれるんや。パートナーになってくれないか。いけ。
98%。 待って、やばい、こっち34のグランモスがおるんやけど。え、レベル34？ むちゃくちゃでかいんやけど。それは無理やろ。ワンチャンこれでゲットできんかな。無理や。スッパギャン、かわいいやろ。かわいいね。宝箱があった。宝箱、あ、ほんとや、うん、お、いいねいいね。宝箱開けてみるよ。いいよ、いくよ。うん、銅の鍵、あ、銅の鍵がない。こっちは他の冒険者の手記。漂流者の手記2日目。歩いて探索していると不思議な青い光を放つスフィアを見つけた。何の気はなく軽く投げ捨てたところ、偶然近くにいた生物が謎の光となりそのスフィアに吸収。私が雨風をしのぐための小屋を建てていると、なんとその生物が作業を手伝ってくれる。これはありがたい。この島はパルパゴス島と呼ぶことにしよう。だって銅の鍵どっかないんかな。ないやろ。まずはさ、このチュートリアルを終わらしてしまおう。終わらしてしまうためには、でも拠点決めにゃいけん。何この緑色の。それゲットしたんです、クルリス像。まだツッパニャン1匹だけ。待って、タマコッコを見つけた。ツッパニャンめっちゃ走るやん。うわ、寝ちょう。今グランモスチャンスかもしれん。レベルでも30とかやろ。来て、お父さん。そりゃ無理よ。こうちゃんのところ来て。一回どこおるん。わ、やべやべやべ、めっちゃ高い効果落ちた。ってあれ見て、タマコッコは無視するとして、ほら、あれでっかやろ。いや、これ無理やろ。一回行ってみようや。やっぱ松明にしとかにゃ凍えてしまう。え、捕獲いきなり。うわ、いや、これはゲットできんやろ。産地ってなんだ。 SAN 拠点にいるパルは夜にベッドで寝て産地を回復する。なんだ産地って。ポーちゃんは服を着るよ。布でできた服。うん、へえ、なるほどね。寒くない。寒くない。うわ、起きた。起きたやん。何もせんには別に悪させんのやろ。あ、オッケーオッケー。いきなり敵対されたらたまったもんじゃないよ。手伝ってくれ。もうコロン、火はこんくらいあったらいいやろ。おーし、サンキュー。お、え、この服めっちゃかっこいいやん。やろ。うん。あ、鳥がおる。あれ、にえ、鳥もおるよ。ペン玉逃げるんやけど。ペン玉？うん、ペン玉。走って追いかけても追いつけんのやけど。いや、ペン玉よりももうこっちのホークウィンにしようかな。言うこと聞かんのか。でもレベルが低いけ。角神レベル11。え、何角神って。なんか名前めっちゃかっこいいやん。神々しいのがおる。とにかくさ、拠点を決めようや。ちょっとこの、え、何、ちょっとどういうこと。荒ぶる、なんて読むこれ。層がレベル38、グランモスボスなんやね。やっぱなんか火の弓っていうのを解放したんよ。うん、発火機関っていうのが2個いる。なんだこれ、なんか初めて見るのがある。誰、新しい人。苗持ち。え、でっかい羊おるし。あ、やべ、倒してしもうた。あ、
倒したらやっぱダメなんや。いて。いて。あ、ダメやな。これ倒せんわ。逃げよう。無理無理。戻れ。到底かなう相手ではない。お、こっち向かってきよるやん。おい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 、勘弁してくれ。怒るお父さん。逃げろ。おったわ。メルパカ。追っかけてきよる？あ、もう大丈夫かな。めっちゃ強かった。世界は広いよ。ほんとこりゃすごい。お父さんに見てほしいよ、ちょっと。行くよ、お父さん。見ちゃってね。お、グライダーやん。グライダーがもう作れるん。うん。テクノロジー？テクノロジーと思う。キャンプファイヤー。あ、パラシュートやね。6のペン玉がおる。やってみるか。6ぐらいやったらいけそうやね。ピッと。やだやだ、攻撃せんで攻撃せんで。いけ。頼む頼む。ゲット。ゲット。